はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもしみじきょうチャンネルをご覧いただきありがとうございます。では、5月29日から、6月4日までの、Steam 最新情報をお届けしたいと思います。まあ、今回は特にね、まあ、何が起こるか予測不能ということで、まあ、どんなゲームがね Steam で流行るかわからない、そのゲームの象徴的なものが、今流行っているので、まあ、そんな点をちょっと紹介できればなと思いました。まあ、このね、画像を見て、まあ、知ってる人は知ってると思いますが、はい、早速見ていきたいと思いますが、まず、バルブ関連のニュースからですが、いろんなゲームが合体すればいいな、コラボバンドル登場ということで、これどういうことかというと、はい、デベロッパーやパブリッシャーの垣根を越えたバンドルを簡単に作成できる DIY コラボレーションバンドル機能を配信したということで、まあ、この機能を利用することで簡単にバンドルの作成が可能。似た系統やジャンルの作品をリリースしている開発者などに呼びかけて簡単にコラボレーションバンドルを作成できるということで、はい、いろんな、パブリッシャーが垣根を越えてバンドルを作成することができるようになったということで、まあ、例えばジャンルごとにしてもいいですし、まあ、似たような作品でまとめてもいいですし、はい、今までこうその同じパブリッシャーが自分たちのゲームをバンドルで、まあ、つまり複数のゲームを一つにまとめた売り方で売ってたんですけど、はい、それも良かったんですが、はい、パブリッシャーの垣根を越えて作れるようになったということで、より、まあ、大型セールの時なんか特にそういうバンドルが、ね、販売されれば、どうせその、ゲームを買おうと思っていた人にとってはかなりお得に購入できるんじゃないかなと思うので、はい、こういうね新機能も今後楽しみな感じがしますが、いかがでしょうか。はい、見守っていきたいと思います。はい、続いてもバルブのニュースなんですが、はい、Steam Next Fest が、6月17日からですかね、開かれますが、その、ティーザー映像を公開したということで、こうジャンルごとにねどういうゲームがの体験版が遊べるのかっていうことが、はい、紹介されています。まあ、この1本だけではなくて、そのジャンルごとの動画もあるんですが、はい、本イベントで体験版がプレイ可能となる様々なタイトルの一部が紹介されているということでね、なんかどれもねすごく面白そうなタイトルなんですよね。はい、たくさんの体験版が遊べるので、またこれも楽しみですよね。まあ、6月は6月のイベントまとめということで動画上げましたが、様々なイベントがある中で、この Steam Next Fest も、Steam のゲームフェスティバルというものが名前を変えて、今回から、Next Fest という新しい名前でイベントが開かれるんですが、はい、楽しみですね。はい、この、動画は Steam の、チャンネルにあるので、ぜひ、ご覧になってみてください。はい、そして次のニュースですが、まあ、Steam が、で何が流行るかわからないということで、ニコダイスという、チンチロを元にしたゲームが、めちゃくちゃ流行っていて、売り上げのトップに来てるんですよね。はい、1132人が遊んでる、多分これほとんど日本人だと思うんですけど、遊んでるの。はい、もう多分これ撮ってる頃はまだセールされているんですけど、600円と。もう多分スペシャルプロモーション終わってると思うので、まあ、1000円で購入することができると思うんですが、はい、なぜか小学生時代の思い出、魔法の言葉を彷彿とさせる本作には、丸点以上のスコアを達成する経営の実績が6種、をチンチンの100を、丸回達成する経営の実績が6種合計12種の実績が登録。日本のツイッタートレンドにはおチンチンの文字列がなんで日本のトレンドに、この文字列が上がってるんだと困惑している外国人の方もいらっしゃいましたということでね、これがめちゃくちゃトレンドになってるんですよね、ツイッターでも。
はい、人生に大切なことを教えてくれる良作であるとかね、はい、すごいねその言葉を出すと気持ちがいいという、はい、なんか出すと気持ちがいいおふんふんね、まあ捉え方によっては卑猥ですが、はい、チンチロ合法チンチロゲームということで、はい、ぜひ、皆さんもプレイしてみてください。非常に好評の評価のゲームです。はい、そして、昔な懐かしのゲームですが、はい、ウィザードリー外伝5つの試練、まあ、これ自体は2006年にリリースされたんですが、それがリニューアルされて6月に配信されるというニュースです。しかもこれゲームスパークの、パブリッシングということで、これもねなんか珍しいなと思いますが、はい、ダンジョン RPG を代表するシリーズの一つとして日本でも知名度の高い、ウィザードリー、Steam での配信が決まった本作は日本製スピンオフの中でも特に知られるウィザードリー外伝シリーズのメインスタッフが手掛けたウィザーどり、外伝5つの試練をベースにユニティエンジンへの移行を含む大幅な刷新を行ったタイトルとなっているということで、かなり、懐かしいタイトルですよね。こんな感じの画面でこれがリニューアルされますよみたいなことですよね多分ね。はい、かなり期待している PC ゲーマーの方多いのではないでしょうか。しかも6月にリリースということでね、今月ですよね。だからこう待つことなくプレイできるのがまたいいのかなという感じはします。はい、日本語対応だけなので日本人の Steam ユーザーのために、紹介されていて、しかも早期アクセスのゲームということで、すでにね2006年に完成されてはいるんですが早期アクセスになっているところが何か興味深いなと思いますが、はい、今後の情報を待ちたいと思います。とりあえず6月配信予定ですね。はい、ということで、最新情報いかがだったでしょうか。まあ、Steam Fest もね楽しみですし、今後、まあ、サマーセールが控える中でこの、パブリッシャーの違うこのバンドルをどこまで、利用してくれるのかということも楽しみですし、はい、いろんなニュースがある中で今回はこの話題を取り上げてみました。はい、ここから、今週配信された主なゲームを見ていきたいと思います。今回もたくさんあるので、順番に見ていきたいと思いますが、まずキャンピングシミュレーターザ・スクワッドということで、本作は変動する自然環境を乗り越える本格的なキャンプ体験ができるシミュレーション。コンパスと地図を活用して道を見つけ、自然にあるものを使ってアイテムを作り、自キャラクターのエネルギーを適切に管理しながらキャンプをするということで、はい、キャンプとは何かを体験することができると、まあ、一人キャンプとかね、日本でもキャンプブームが、来てもうしばらくなりますが、はい、インターフェース日本語あります、はい、アーリーアクセス、もう多分終了していると思いますが、20% の416円で購入することができる、まあ、520円でね定価買うことができるので、はい、おすすめです。ぜひ購入を検討してみてください。そしてですね、これは、紹介記事がなかったんですが、トルという、アクションゲームですね、はい、これがなんかすごく面白そうだったのでまた紹介したいなと思いました。はい、なんかねすごいキャラも可愛いですし、アクションもスピーディーで面白そうでしょう。はい、好評の評価がつけられていますしね、はい、コンボを決めることができる感じですね。はい、これがね日本語対応してるんですよね。で、現在 21% オフの734円と決して高くない値段で購入できるので、はい、ぜひ遊んでみてください。そして29日コダイスが出ましたね。はい、ページもう一度見ておきますか。まあ、さっき紹介したんであれですが、はい、合法チンチロ、はい、非常に高評の評価ですねね、こういうのが流行るって本当わからないですよね。 Steam ってとんでもねえゲームが流行るので、
はい、そして、サンソフトからですが、ハウスクリーニングサバイバルというゲームがリリースされました。5月31日ですね。本作は携帯向けアドベンチャーゲーム、歪みの国のアリスなどで知られるナイトメアプロジェクトが開発した清掃シミュレーションゲーム。職を失ってしまった主人公は、謎の人物から清掃の依頼を受け取ることに、借金の完済を目指してハウスクリーニングに勤しみましょうということで。はい。なんかこう、ハウスキーパーみたいな、ハウスフリッパーだったかな、そうですね、シミュレーションゲームはありますが、これね、クリーニングで、きれいにしていくということでね、洗浄ホースでこう吹き出しながらきれいにしていく、まあ、リアル系の、清掃シミュレーションゲームも出ましたけど、これはなんかね、ちょっとコミカルになってるんですよね。はい、ローポリゴンで描かれた、家の中の汚れを落としていくゲームっていう感じですかね。はい、日本語対応しています。2050円で購入することができるので遊んでみてください。そして、街づくりシミュレーションが出ました。はい、コロニーシミュレーションのタグが付けられてますけどね。はい、ゲームを開始すると、まずシード地によってワールドが生成されると、まあ結構ありますよね、こういうタイプのストラテジーゲーム。はい、植生や土壌、鉱物の生産量などが決められると。その後、最初の開拓者を選択、スキル値や性格などが異なる3人のキャラクターを作成し、いよいよ中世生活が開始となる。さらに本作では地形を自由に作り変えることも可能。専用の 3D 地形ツールを利用することで、曲がりくねった地下洞窟から壮大な高層砦まで生み出すことができるということで、はい、なかなかこう自由度の高い街づくり市民になってますね。なんかレスポンスも良さそうですし、操作性もね良さそうな感じですね。はい、1万人近い人がもうすでに遊んでいると。そしてもう評価がついていて非常に好評ということで、6月9日までは 10% オフの2313円で遊ぶことができます。はい、こんな感じで軒並みね、うわバッド評価がない、うわ一人もない、めっちゃ面白いっていう人もいますね。これはかなりいいのではないでしょうか。はい、ぜひ遊んでみてください。そして同じく1日ですが、はい、ネクロマンダハイルドガンっていうのかな、ハイドガン、はい、というゲームがリリースされました。これまで何度もコンピューターゲーム化されてきたミニチュアゲーム、ウォーハンマー、の、世界をテーマにしたタイトルと、ウォーハンマー1400といえば、インペリウムとケイオスの戦いが銀河で繰り広げられているというスペースゴシックなどと形容されている。重厚な建物やキャラクターデザインが、根強い人気を誇っているということで、はい、今ねウォーハンマースカルズというイベント中なんでね、はい、ウォーハンマー注目されているんですが、はい、日本語サポートされていません。6月11日まで 15% オフの4148円で購入することができるので、このシリーズ好きな方ぜひ遊んでみてください。そして、今年の2月にですね、もうすでにスイッチ版がリリースされていますが、はい、帰ってきた魔界村、Steam 版リリースされました。もうね非常に好評の評価がついています。2月25日に配信されたスイッチ向けアクションゲームの移植作、名作アクション魔界村大魔界村を最新の技術で一新し、新たなステージギミックとシリーズおなじみのモンスターたちを配置、シリーズ初の要素としてサポートキャラクターサンテンジーを使った、あ、協力プレイにも対応してるんだ、へえ、ね、おなじみのロゴですがちょっとリアルになってますよね。はい、日本語対応しております。3990円で購入できます。はい、でオリジナルサントラも、リリースされてますね。はい、ぜひ遊んでみてください。 Steam で初の魔界村ですよね。あ、まあ厳密に言えばアーケードクラシックでね、カプコンの魔界村遊べるんですよね、パックを買えばね。はい、それに引き続きということになるのでしょうか。はい、なんか魔界村が Steam に来るっていうのも
本当なんかね、感慨深いというか思うところはありますけども、はい。で、次また1日ですね。これもね、非常に高評の評価がつけられているんですが、ゲームズコム2020で、ベストマルチプレイヤーゲームを受賞した本作は、ハリウッドのスパイジャンルをオマージュしたアドベンチャーゲーム。一人のプレイヤーがフィールドエージェントであるエンジェル、もう一人のプレイヤーがハッカーであるアリスターとなり、ペアを組んでハイテクを駆使した世界的な脅威を倒すための一連のミッションに挑むということで、なかなか面白そうですね。スパイ系のゲーム、オンライン協力プレイのタグが付けられてますが、ハッキングパズル、女性主人公で日本語対応しています。はい、2180円で、購入することができます。 4.5 時間ほどでクリアしました。2000円と考えると少しボリューム不足に感じるかもしれませんが、満足度はかなり高いです。ジャンルは協力型パズルアドベンチャー。内容は数字や形を相手に伝えて操作してもらう感じと。難しい操作はなく、雰囲気で相手に物事を伝えるスキルが求められるということで、なかなか面白そうですね。説明文、レビューを読んでるだけで面白そうな感じです。はい。そしてウルトラ忍者ソウルというなんか懐かしいドット絵系の横スクロールゲームがリリースされてますね。スタジオポコっていうデベロッパーですが、忍者や妖が妖怪たちと戦うシンプルな短編 2D アクションゲーム。本作の舞台は妖怪がばっこし、忍者が存在した時代、何らかの理由により、姫が妖怪にさらわれてしまったと。主人公の忍者は姫を救出するため奮闘することとなるということで、なんか懐かしい感じしますよね。はい。あ、こうやって選べるんだ、アイテムを。なるほど。それを駆使しながらこうクリアしていくと。しかも620円という決して高くない値段で購入することができますね。はい、ウルトラ忍者ソウルチェックしてみてください。そして、同じく2日ですが、グリフトランズっていうのかな、はい、というゲーム、これ圧倒的に好評なんですが、はい、カードゲームですね、リリースされました。はい、デッキ構築要素なら RPG、崩壊した SCIFI 世界で、SF ですね、3人の主人公の物語が描かれる。本作はクエストを中心に進行し、いくつかのクエストをこなすことで日数が経過、物語が進行していく。クエストの内容の多くは NPC との対決に勝利するというもの。もちろん時には、刃を交えて戦わなくてはいけない時もあると。はい、これがね、クレイエンターテイメントという今パブリッシャー制を行っている、あの昨日ね紹介した、パブリッシャーの、ゲームとなっていますね。はい、4000人以上の人が遊んでいます。日本語非対応です。6月9日まで 20% の1640円と結構ね、お求めやすい値段ですよね。スレイザースパイアに代表されるローグライトなデッキビルドカードゲームと。スレイザースパイア好きの人は買いっていう感じですかね。はい、スレイザースパイアライクなゲームで、基本はカードを得たりカードを捨てたりして良いデッキを組むのは変わりありませんと。面白い。ルールが明快でリプレイ性が高く、一つ一つの上達が楽しい。クレイエンターテインメントに外れなし。そうね、あのオキシゲン、ノットインクルーディッドとかが好きな人はね、クレイのゲームってもうほんと外れがない、当たりばっかりだっていう人多いんですよね、結構ね。はい、楽しんでみてください。そして3日ですが、スリップウェイズというこの SF 系のゲーム、これ非常に好評と海外では評価が集まっているんですが、日本の、ユーザーの記事がなかったんで紹介したいなと思いました。これもね SF 系の、これはねストラテジーゲームになってますよね。はい、宇宙間をこう線で結ばれているところからすると、なんか宇宙同士のこのコミュニケーション、また戦いなんかありそうな感じなんですよね。まあ、ただ日本語非対応なので、まあ、そのあたりがねちょっと紹介されていない一因になっているんじゃないかなと思いますが、1730円なので、はい、そんなに高くない値段なので、ぜひ遊んでみてください。はい、スリップウェイズというゲームですね。はい、そして同じく3日ですが、アスタロン、というゲームですね。ティアーズ・オブ・ザ・アース、
はい、これは好評の評価がつけられています。本作は滅亡の危機に瀕した村を救うため世界を旅する 2D プラットフォーマー、ファミコン風のグラフィックスと8ビット風の音楽が、特徴で、キャラクターデザインは漫画ドラゴンハーフや数多くのゲームブックを手掛けた作家の、三田龍介氏かなが担当しているということで、はい、ランゲエンターテインメントですね。あ、確かになんかすごいレトロな感じする。なんかわざと発色も抑えられてる感じですので、16色に抑えられてるようなそんな画面構成ですが、あえてこの発色っていいっすよね。16色のゲームって好きなんですよね、自分。はい、ファミコン風のね、はい、日本語対応しています。2050円で購入することができますということで、拾ったアイテム以外の強化が死んだ時にしかできないという変わったメトロイドバニア、2番目のボスを倒して少し進んだところまでだが、とりあえず気になる点をということで、はい、良い点悪い点両方書かれてますので、はい、参考になると思います。いいことばかり書いていないレビューって参考になりますよね。すごい、いい点も悪い点も評価した上でおすすめするかしないかっていうのがすごく信頼できますよね。はい、で次ですが、ツアーデフランス2021というゲームですね。はい、サイクルロードレースのプロチームに所属し、ツールドフランス、あ、ツールドフランスか、ツールドフランス2021に臨むロードレースゲームと、本作では2021年6月26日から7月18日に開催予定のツールドフランスで実際に使用されている全21ステージのルートを忠実に再現しているほか、新しい疲労回復システムの導入や公式ブランドが新たに追加されていると。こういうツールドフランスを元にしたゲームっていうのもすごいですね。はい、サイクリング、バイク、リアルの、確かにリアルですよね。はい、タグが付けられてますが、はい、リリースされました。4100円で購入することができます。まあ、こういう系のゲームって海外では当たり前のように出てるんですが、日本ではね、馴染みがないと思うので。まあでもツールドフランスってすごくあれですよね、有名なね、競技ですよね。あのルマンもフランスですけどね、ルマン耐久レース車ですけど、まあ、こっちはねモトクロですけど、サイクリング自転車かな、モトクロかな、はい、競技性のある、自転車レースですが、それをモチーフにした、ゲームですね。で、3日、有欲のフロイラインがリリースされました。本作は突如現れた未知の飛行物体であるブランカーに対して兵器として戦う使命を背負った少女たちを描くハイスピードフライトシューティングゲーム。敵を破壊していく爽快感あふれるシューティングパートと、ストーリーが展開するカットシーンパートの2つで構成されているということで、はい、満を持してリリースされた感じがしますがね、これほぼ不評なんですよね。何が不評かちょっと見ていきましょうか。日本語対応されています。3278円で購入できるんですが、はい、良い点としては良好な操作性と綺麗なグラフィックや良質な BGM、 ハイスピードな戦闘で、悪い点は個人的には大きく2つ。1つ目は全体的なプレイヤーへの説明不足、2つ目は敵の倒しづらさって書いてありますね。はい、ハードモードクリアまで2時間半ほどプレイしました。全部で6ステージ。ハードの敵はただ硬くて時間がかかるだけ、操作性も悪くストレスっていう。その初期ローンチってこう、初期ローンチのその不具合とかで評価下げることはあるんですけども、ゲームの内容でなんか下げられていますね。爽快感とかはあるんですが、疾走感はあるんですが、はい、ボリューム感が3時間もあれば終わるということもあれですね。セールしているとおすすめみたいな声もありますね。まあ、3278円で3時間っていうのがちょっと確かに物足りない感じがするんですかね。でもなんかクオリティはすごく高そうですけどね。はい、なんか爽快感もありそうですし、攻撃、はい、こういうね、レビューも参考にしながら、ウィッシュリストに入れておくといいかもしれませんね。はい、そして Until We Die というゲームがリリースされました。本作では地下鉄に基地を構え、
主人公のイヴァンとして部下に指示を与えながら隕石がもたらしたミュータント軍団の攻撃を防ぎ30日間生き延びなければならないと。イヴァンが死亡するか、基地の心臓である発電機が破壊されたらゲームオーバーとなりますと。でこれが賛否両論の評価なんですよね。で、2300人の人が遊んでいると、はい、こういうねなんか変わったコンセプトのストラテジーゲームって結構最近出てますよね。はい、日本語対応しています。6月11日まで 10% オフの1512円で購入することができます。あ、でもえこんなおすすめしない、一人だけだおすすめしているの。へえ、なんか辛口のレビューになってますね。全体の評価は賛否両論なのでもうちょっとおすすめがあってもいいぐらいですが、はい、評価をね参考にしたいと思います。はい、続いてですが、スレッジライフというゲームですかね。はい、スラッジライフか。本作はヘドロに囲まれて汚染された島をブラブラと自由に探検するオープンワールドアクション。プレイヤーはストリートアーティストゴーストとなり、街にグラフィティを残すためにヘドロに覆われた島を歩き回ると。あ、なるほど、落書きをこんな感じで残していくゲームか。あ、でもデボルバーデジタルパブリッシングですね。はい、日本語対応しています。6月10日まで 15% オフの、1292円で購入することができます。どんな結末を迎えるか、君の行動と選択次第、これマルチエンディングが採用されているのかな。はい、 FPS タグからはちょっとわからないですが、はい、すごく個性的だな絵がすごいなんかカートゥーンっぽい感じしますけども、はい、ぜひ遊んでみてください。そして、アルファディアジェネシス2というゲームがケムコから、リリースされています。安定のケムコ RPG って感じですね。はい、世界を支える礎であるエネルギーエナジーをめぐる重厚な物語を描いたファンタジー RPG。 イベントには臨場感をかきたけるパートボイス付きと、実力派声優陣が濃密かつシリアスなストーリーに没入させてくれると。ブーストを使用して攻撃回数を増やしたり攻撃の威力を高めたりすることで戦闘がより楽しめるシステムを搭載、戦局を大きく変えるスペシャルスキルの使いどころもポイントということで、はい、一定のクオリティのある国産の RPG を、ケムコはたくさん出してるんですけど、はい、これも例に漏れずあれですね、その手のゲームという感じはしますよね。はい、日本語対応しております。6月11日まで 10% の1180円で購入できますし、この、まあ、ケムコの一連の RPG でこういうのがあるんですよね。経験値3倍とかダメージ2倍、戦闘後全回復というダウンロードコンテンツでパワーアップを買うみたいな、はい、おなじみの購入方法ですが、はい、今回も健在ということで、ほんとケムコはね、はい、たくさんいい RPG を出しているので、はい、ケムコのページにも注目してみてください。はい、そして、昨日ね、動画を上げましたが、はい、最果ての列車が、リリースされました。荒野を走る鉄道を舞台にした、アンリアルエンジン4製個人制作アドベンチャーゲーム、最果ての列車時の終わり大地の始まり。作者はナラティブ環境アーティストとして活動、物語と景色が響き合うような情緒ある作品作りを目指し、前作懐かしい田舎の景色をリアルに、描いた、まあ、夏霧というね町を村を、舞台にしたノスタルジックトレインというゲームもリリースしています。はい、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作に選出され好評を博したということで、はい、向こうが和ならこっちは洋ですね。割と意外性のある謎解きアドベンチャーゲームですが、はい、皆さんもプレイしてみてください。日本語対応しています。6月11日まで 10% オフの1782円で購入することができます。はい、そして最後ですが、なんかね、Steam の注目作品として上がっていたって言って作者が喜んでおられましたが、Twitter で、はい、琴葉姉妹とライサント島の伝説というゲームです。様々な景色を楽しめる 3D 空間を 2D の、
可愛いデフォルムキャラクターで動き回れる 2.5D のアクション RPG、マップ上では常夏の国ライサント島の、豊かな自然と個性的な住人たちと交流しながら冒険しようということで、はい、リリースされております。なんかすごく親しみやすいね、グラフィックですよね。はい、日本語を対応しています。まあ、日本人のために、Steam で発売されたという感じですね。シングルプレイヤー、フルコントローラーもサポートしています。はい、6月11日まで 15% の1470円で購入できますし、はい、サントラとのセットのバンドルもね、あります。はい、ぜひ購入を検討してみてください。ということで、はい、今週配信されたゲームも結構ね、良質のインディーゲームもありますし、もうずっと前から記事にあってこう話題になっていたゲームなんかもリリースされてますね。ぜひ、このノートのこの記事を活用してウィッシュリストに入れるなりして、ぜひチェックしてみてください。はい、以上いかがだったでしょうか。では、ファッツオンスチームを見ながら、直近どんなゲームが出ているのか今一度確認してみましょうか。フリーゲームでなんかすごく面白そうな、最近ね、無料ゲームも結構面白いもの出てるんですよね。はい、あ、琴の葉シスターズも、出てますね。はい、ケークインベーダーズ、これもなんか面白そうですね。はい、そしてケムコの RPG なんかもありますし、なんか中国産の、まあ中国産のゲームもね、結構いいのが出てるんですよね、最近ね。あ、バレーボール、80年代バレーボール、これなんかファミコンのバレーボールにめちゃくちゃ似てんな。はい、バレーボールゲームもありますね。はい、何か皆さん気になったゲームあったでしょうか。はい、こういうね、サイトも活用することができると思います。まあ、こういうね、ゲーム画面に惹かれて、スチームページを見て購入するっていうのもあると思うんですよね。そういう意味では、このファッツオンスチームは結構いいサイトなので、ぜひ、見ていただければなと思いますが、あ、ウォーハンマーのカードゲームもありますね。はい。カルマっていう無料の、なんかね、レースゲームもあります。なんかこういかにもこうスマホ出身のゲームっていうのも出てますね。はい、あ、なんかこれも面白そうですな。あ、アンティルイダイか、やっぱりなんか面白そうだなと思ったのはなんか惹かれますよね。ファーアウェイトレインっていうのを言うんだ。あ、最果てか、なるほど。はい、リリースされております。なんか絵を描く、油絵を描くようなゲームもありますね。はい、宇宙のそのストラテジーゲームですね。はい、いろいろ出てますね、こう考えると。はい、また、来週金曜日は、セール無料情報をお届けしますし、土曜日には、こんな感じで最新情報をお伝えしたいと思いますので、またね、サマーセールとかイベントも、近づいてますし、来週は結構新作ゲームは充実してるんじゃないかなと思うので、ちょっと発表文とかも含めてね、また紹介したいと思います。チャンネル登録、そしてグッドクリックもお願いしたいと思います。ではまた来週、ユーロでした。バイバイ。週刊スチーム通信は毎週金土18時半。来週もまたご視聴ください。バイバイ。